俺は緑川直人、最近この町の不動産屋で働き始めた。就職なんてなんとか見つけた会社だ。従業員は俺と社長の二人だけ。日暮らし不動産、一見それとはわからない店構え、どこかうさんくさい会社だ。この部屋に決めたから。ありがとうございます。お二人で住まわれるんですか？私一人。それより敷金6ヶ月って高くない？まあ他の不動産屋からは借りられなかったけど。弊社は保証人不要ということでこの料金でして、特にお客様は学生さんですし、転居の際はお返しすることになってますので。敷金ってほとんど返ってこないって聞いたけど。お客様、何かご不明な点でもありましたか？社長、敷金は家賃の不払いや部屋の補修に使わせていただいて、残りはすべてお返しさせていただいてます。本当？あとお家賃の方ですが、こちらから直接伺う形になりますが、よろしいですか？振り込みじゃダメなの？月末にうちの実り川が伺いますので。え？いいけど、来るときはちゃんと連絡してよね。ありがとうございました。ました。社長、大丈夫ですかね、あの二人。何が？あの部屋の家賃、学生にはめちゃめちゃ高いじゃないですか。不払いとかあったら。別にいいんじゃないの？借りたいって言うのなら貸してあげればいいじゃない。払えるあてがあるんでしょ。それより家賃の集金よろしくね。期日まで回収できなかったらお給料から引いちゃうよ。なんでですか？そのための敷金じゃないですか。それはそれ。こんばんは、日暮らし不動産です。水本さん、いらっしゃいますか？ちょっと待ってて。はい。はい。はい、確かに。あんたも大変ね。振り込みにしちゃえば？私も楽だし。社長の方針ですし、様子も見てこいってことみたいですよ。おい、クミ、早くしろよ。わかった。じゃあね。男いるじゃん。みのりかは、水本久美から集金できないって言ってたでしょ。はい。待ち合わせてもバックレられたりで全然捕まらないんです。今マンションにいると思うから行ってみなさい。え、なんで？マジですか？本当よ。ほら、じゃないとお給料減っちゃうよ。行ってきます。いた！で、あら、不動産屋さん、久しぶり。やっと会えた。あの、 お家賃を。いきなり来るから今持ち合わせないわよ。明日また来て。あら、どこ行くの？集金です、水本久美の。また取り損ねたの？あいつに金渡してたのよ。彼氏さん、お金ないって言ってました。また人の金使いやがったな。どうしましょう。じゃ、店終わるまで待ってて。その代わり朝までだけど、それでもいいなら。わかりました、待ちます。不動産屋さん、人の価値って考えたことある？いや、昼飯何にしようかくらいは考えますが。お金のために働くっていやらしいと思わない？大切な人生を削ってまで働くなんて私は嫌。働くことで私の心の自由までは奪われたくないの。でも今はお金のために働かないとね。そんな、学生なんだから今は勉強するのがいいと思うけど。あんたに言われる筋合いないわよ。終わったら連絡するから。何時になるんだ。へえ、あの子そんなこと言ってたんだ。今はお金のために働かなきゃって言ってた割に
どうしても家賃を払ってくれないんですよ。さあ行くわよ。どこにですか？それに俺寝てないし。彼女の部屋よ。彼女の働いてるお店から連絡があって、彼女お店辞めたって。嘘？学校は？先月退学してたわよ。うわあ。これはひどい。ゴミとか全然片付けてない。まあこんなもんよね。男もいないみたいだし。彼女お店でも遅刻とか無断欠勤が多かったみたいね。彼氏もいたって言うけど、これが限界だったみたい。社長、なんでそんなことまで知ってるんですか？いい感じで荒らしてもらってるから、後始末大変よ。な、社長。ダメ、やることしないと。え、彼女が帰ってきたら。彼女はもう戻らないわよ。な、さっき本人から連絡あったから。何ですかそれ。ここのものは勝手に処分してくれってね。どう思う？どう思って。ここの部屋にさっきまで彼女がいたのよ。このベッドで寝て、ここで明日を考えてたのよ。これ鍵、合鍵はないから。はい、確かに。じゃあ私はこれで、急いでるから。ありがとうございました。聞いてます？高崎さん、都内にマンション買ったって。もちろん本人からね。ショップのオーナーで、それなりの収入もあるから、賃貸よりローン払った方がいいって。ここはペット不可だからね。45歳独身、女一人の生活。彼女どれぐらい使ってたのかしら。飯行ってきます。また牛丼か。あのマンションの家賃、俺には安くないな。今月分のお家賃持ってきました。わざわざすみません、目黒さん。ほんと、いきなり単身でこっちの工場に出向でしょ。参りましたよ。うちでよければいつでもお世話しますわ。急だったので、一番早く入居できる物件でしたけど。あそこ古いし、壁も薄いから心配だったんですよ。いいえ、家に帰って寝るだけですから、十分ですよ。それではこれで。今日はどうもありがとうございました。目黒さん、バッグお忘れですよ。すみません、最近忘れっぽくて。では失礼します。こんばんは。こんばんは。お、こんばんは。目黒さん、ちょっといいですか？ここのパーツ、設計通りに作ったのに規格が合わなくて。そんなはずないだろう。ほら、ここの場所の指示が抜けている。見落としやすいから、これから注意してな。黒さん、どうだい若い奴らは。社長、自分には人に教えるのは無理ですよ。地元に戻してください。そう言わずに、こっちの奴らにも技術を持ってもらわないと、これから大変なんだ。我慢してくれよ。はい。目黒さん。ああ、不動産屋さん、どうしました？近くまで来たので、目黒さんのアパートを点検しようかなって。社長さんがうちに。はい、少し散らかっていますが。よろしいですか？はい。うわ、軽い音。思ったよりだいぶガタが来てますよ。そう、仕方ないわね。自分みたいな年寄りは屋根さえあればいいんですが。ここには若い人もいらっしゃいますから。社長、さっきから何をしてるんですか？ぼやっきーっていうものですよ。
最近ハマってまして、リアルタイムで書き込んで画像なども共有できるんですよ。聞いたことはありますけど。社長、このところずっとなんですよ。楽しいですよ。そうですか。目黒さんちって物ないんですね。テレビもない。今はパソコンがあれば十分ですから。確かに。はい、はいはい、わかった。はい。大変ですね、こんな時間に。それが仕事ですから。頑張ってください。では。社長、帰らないんですか？せっかくだからお隣の話も聞いていきましょう。気になることもあるし。ん？わかりました。ではお願いします。すみません、お借りします。時間にやってる。珍しい。いつもだともう終わってる時間なのに。なんだ。目線が全部来てる。カメラを仕込んでたの気づかれた。まさか。流出。何のこと。まさか。これわしの写真。まだ出してないのにどうして。ウイルス、これで自分のやってることがバレたら。